どうもこんばんは、今村です。酒とネットフリックス番外編ということでですね、今回はですね、酒とスター・ウォーズというテーマで、もうただただ飲みながらスター・ウォーズの話をさせていただければなと思うんですけどね。もうネットフリックス何も関係ないですけどね。ネットフリックスでスター・ウォーズ1ミリも見れませんから、もうタイトル詐欺もいいところなんですけど、まあね、これ酒とネットフリックスのフォーマットに合わせて、スター・ウォーズの話がしたくなってしまったので、まあお使いいただければ幸いでございます。ちなみにですね、この酒とネットフリックスはですね、僕今村がですね、お酒を飲みながら、ネットフリックスで見れる映画や、まあ、ドラマについて語るという、ただただそれだけの番組でございますけども、今日はネットフリックスの番組ではなく、ただひたすらスター・ウォーズについて、まあ、お話しさせていただくという、内容でございます。ちなみにですね、今日の、お酒はですね、ワンカップ大関でございます。大関ね、やっぱりね、こう、コンビニに必ずある、こう、安い日本酒っていう、こう、意味で言えば、非常にこう、ジャンキーなんですよ。こう、シンプルに安酒の味がするのがね、いいんですよね、こう、大関は。このなんかこう、そこまで深くないんだけど、シンプルに酔うためにあるお酒っていう、美味しく飲んで酔うためにあるお酒っていう、こうなんともこう、なんか分かりやすくて手っ取り早いお酒っていうのがね、いいですよね、大関。もうね、本来お酒っていうのはもうなんか破綻してますからね、こう健康を害してね、酔っ払ってもうバカになっていくっていう、そういうさ、そもそも矛盾している行為なんですよ、飲酒というのは。で、そこからすると、こういった、もう、飲酒のためにある、こう、お酒っていうのはね、こう、僕はこう、振り切っててね、逆に好きなんですよね。もちろん、いろいろね、小難しいお酒も好きなんですけどね。何も考えなくていいという点において、ワンカップ大関は非常に優秀。で、今日のあてはですね セブンイレブンで、おでんを買ってまいりました。いや、おでんなんてね、久しく買ってなかったんで、てか食べてなかったんで、ちょっと調子乗っていっぱい買っちゃいました。食べきれっかな？いや、食べきれないな、こんなに。明日食べよう。何からいこうかな。いや、大根は残しておきたい。じゃあ、牛すじをちょっといただきましょう。あ、うまっ。いや、コンビニおでんの出汁ってなんか独特ですよね。コンビニおでんの味がするんだけど、ただなかなかこうお目にかかれない味がするおでんでもあるんですよね。コンビニおでんの出汁っていうのは。でですね、スターウォーズでございますよ、スターウォーズ。なんでスターウォーズの話を始めたかっていうと、まあわかる人にはわかると思いますけど、大体わかると思います。先日、12月20日かな、スターウォーズエピソード9、スカイウォーカーの夜明けが公開されましたよね。知らない人もいるかな。ちなみに今回、スター・ウォーズの話が分かんない人にとっては何も面白くない回だと思うんで、スター・ウォーズ勉強してからもう一回来るか、スター・ウォーズで興味ないからもう見ないという感じでお願いいたします。で、僕はですね、そう、スカイ・ウォーカーの夜明けでございます。エピソード9、スカイ・ウォーカーの夜明け、スカイ・ウォーカーサーガを締めくくる最後のお話ということでですね、まあ、スター・ウォーズファンである、こうね、僕としては必ず見なければいけないだろうということで、20日初日行ってまいりましたよ、劇場に。で、そのね、その劇場で見た、こう、エピソード9がね、いやー、良かったんだよね。いやー、もうね、正直言って、スター・ウォーズって、もはやこう、ファンビジネスなわけですよ。もう、こう、おじさん、おばさんたち、まあ僕は結構若い方ですけど、ファン層としては、こう、おじさん、おばさんたちの思い出につけ込んだレガシービジネスなわけでございますよ。スター・ウォーズっていうタイトルがついていれば、ね、見に来てくれるファンっていうのは、こう、一定層いるわけですから、ルーカスフィルムズをディズニーが買収して、じゃあこの IP でもっとお金稼ぎましょうやっていうのが、この7、8、9の、続3部作なわけでございますけれども、ね、じゃあエピソード7、エピソード8と、まあ見てきた方はわかると思いますけれども、なんかこう、もしかしたらちょっと違うのかな、みたいな。僕たちは、スター・ウォーズというものにちょっと期待しすぎていて、
これはスターウォーズでないものがもう一回始まって、それをなんかこう見せられてんのかなみたいな、ちょっとこうね、がっかり感というか哀愁みたいなものもあるわけですよ。でもとは言ってもスターウォーズファンだし、これはスターウォーズって名前がついてるから、こうファンの信仰心もあって、じゃあスターウォーズ新作で出たからこう見てみたいから、じゃあ新作にも付き合ってやるかぐらいの感じのテンションの人が実際多いと思うんですよ。うん、実際続3部作をかなりこう手放しにこう称賛してる人って僕あんまり見たことないんですよね、スターウォーズファンでも。うん、っていうことを鑑みると、このエピソード9もまあ決して期待値は高くなかった、僕自身も。うん、まあ手前のエピソード8があって、まあ見た方は分かると思うというか、こうね、詳しい方は分かると思うんですけども、まあ結構評判悪いわけですよ。で、僕自身の評価もまあそんな高くないっていうか、まあ実際悪いわけですよ。あれはダメだなってみんな思ってるわけで、まあそれをどう回収するかとか、どうまとめるか、このこうスターウォーズサーガのこの9番目をどうこう締めくくるかっていうところに、こうみんなそこまで期待はしてないと思うんですよね。で、僕自身もそんな期待してなかった。どういう感じに終わるのかなっていうね、僕も結局そのこう9本あるうちの9本目が公開されるってことの方が重要で、それだけで結構もう泣けてくる感じなわけですよ。ああ、もう今日でとうとうスターウォーズ終わるのかとね、一回終わったと思ったスターウォーズがね、もう一回始まって、でまた今日また終わるのかというところでですね、ああ見に行くかっていう、そういうこう感慨深い感じですよね。こうやっぱスターウォーズと名の付く作品はこうやっぱ見ておかないと、僕のこう気持ちとしても収拾がつかないというところで、まあ付き合い、その作品との付き合い方という意味で、まあ見に行くみたいなところが結構大きかったんですよ。で、それで十分楽しかったと思うんですね。ただね、ただエピソード9はそのこう期待値みたいなものですよね、僕の期待値みたいなものをいい意味でこうもう斜め上にこう裏切っていったわけですよね。いやー本当に良かったんですよ。もうこんなにいい作品が見れるとは全然思ってなかったんですけれども、良かった、とても良かったっていうところで、僕の今スターウォーズ熱がまあ結構上がっていって、スターウォーズエピソード9は多分あと2回ぐらいは見に行きたいなと思ってるんですけれども、うん、まあそんな感じなので喋らせてくれやという、まあ今回でございます。うん、さてもう8分も喋ってですね、まだ内容の話してないんですけれども、あのネタバレなしパートとネタバレありパートを作ろうと思っていて、ネタバレなしでまず最初にお話しします。あのまだ見てなくてネタバレ聞きたくないよっていう方はですね、まああのネタバレありって僕この後宣言するんで、あのそれまでは見てください、見て大丈夫です。でそっから先は映画を見てから見に来てくださいっていう感じで、まあまずネタバレなしでお話ししようと思うんですけども、あの今回このエピソード9がまあ優れているなっていう風に僕が思う点としては、やっぱりね、あのちゃんとお話になってるなっていうのがまず一点あるんですよね。こうプロットが非常にこう秀逸というか、まあ JJ の監督作品には結構こう傾向としてあるのが、とてもやっぱりこうテンポがいいんですよね。とてもあのスターウォーズのシリーズっていうことを一回外してみても、こう単体のやっぱり映画作品としてとてもこう綺麗にシナリオが展開していくし、とてもテンポがいいんですよ。純粋なエンターテインメントとして非常にこう完成度が高いんですね。だからこの点に関して言えば、もうスターウォーズを初めて見ますみたいな人でも、まあ結構わかんないことはたくさんあれど、こう、楽しんで見ることができるかなっていうような、こう作りになってるんですね。で、それがまず素晴らしい。で、加えて、この作品すごくエンターテイメントしてるんですよ。まあこういう SF もの、スペースオペラっていうのは、まあ画面で見せてなんぼみたいなとこあるわけですよね。派手な画面とかさ、ね、豪華な音楽とかさ、こう派手な演出がふんだんに使えるってところが、まあ SF のいいところだと思うんですけども、あの、そういった SF のいいところっていうのをすっごくね、あの、引き出しているというか、やっぱりね、あの、JJ エイブラムスは引き出しが多いし深いなっていうのをね、すごく感じましたね。あの、演出一つ一つがすごくスケール感もあって、迫力もあって、やっぱね、すごくね、エンターテインメントしてるんですよね。うん。だからお話としてもすごく面白いし、画面としても非常にこう豪華なんですよね。お話だけでも見れるけど、例えば音声を全部切ったとしてもかなりこう完成度の高いアートになってるんですよね、こう画面が。でその上でめっちゃ盛り上げてくるんですよね。こう勢いがね、やっぱねあるんですよ。エピソード9最後のまあお話ということもあってね、ゴゴゴゴゴゴーっとこう盛り上げてきて、でここでもう全部やっちまうぜっていうこう気概というか気合みたいなものをですね、もうすごく感じる。うん、あシリーズ通して見てるファンが知ってるようなまあ小ネタとかオマージュとかこうカメオとかもまあ結構たくさん出てきて、まあこうファン心としてはこうたまらないわけですよね。あこれあれだよな、これあれだよなみたいなところがまあたくさんあって、このスターウォーズファンとしても結構気づくところが多いようなまあ部分が多くてですね、それもまた楽しいところですね。あとですね、まあちょっと僕が個人的に感じたのは、やっぱりね、あの映画全体を通してあの各シーンというか各シチュエーションですね、
こう例えばスターウォーズなんでいくつかの星をこう巡るわけですよ。でその星で例えば砂漠だったりとか、ね、雨が降っていたりとかっていう、まあ、いろんな気候があるわけですけれども、まあそういった各シーン各シチュエーションでのやっぱりこう雰囲気の作り方、その作り込み質感とかこう空気感とか、照明の感じ、ライティングの作り込みとかっていうのがこう非常に丁寧で、そういった各シーンの作り込みってやっぱりそのシーンで起こるじゃあイベントとかこうキャラクターたちの心情とかっていうものを反映したりとかサポートしたりとか、あるいはこうコントラストにしたりするような、まあ、作用があったりするわけなんですけども、そういう意図が明確に見えている上にそれがねちゃんとね画面の中で実現されてるっていうのがねいいんですよね。これは結局美術さんとかあと照明とかもちろん演出の部分とかもちろんレイアウトとかカット割りとか編集の部分ですよねっていうのもあると思うんですけども、そういった要は一連の画面の雰囲気とそのシーンをこう生む上で構成物になるようなものがこうすごくこう調和してるんですよ。だこのシーンっていうのはこういうテーマのこういう目的のためにこう作り上げられているこう世界観なんだっていうのが伝わってくるんですよね。すごく例えば予告編に映ってるシーンとかで言えばカイロレンとレイがこうライトセーバーでバトルシーンがあるんですけれども、雨が降ってる星なんですよね。雨が降ってるというかすごくこう波が高いシーンなんですよ。廃墟みたいなところの上でこうレイと、レンがこうライトセーバー戦ってて、でめっちゃこうねこう波がこう打ち寄せてるみたいなシーンがあるんですよ。これ予告編にあるんでもう言っちゃうんですけど、でシーンとかのねこうなんかこうライティングとかこう質感とかね、やっぱそのシーンの雰囲気とかそこに入ってくる音楽とかすごくねシーンをこう生み出す上で整理させる上ですごくね考え抜かれてるというか、作り込まれてるなーって感じがしてね、それがやっぱねグググググッと入ってくるんですよ。おーっつって。だからやっぱりねシーンが作りたいこちら側の心情とかシーンが生み出したいこう印象っていうものがやっぱりこうまっすぐこうスーッと自然に入ってくる、伝わってくるっていうのがねこのエピソード9はねとてもこう顕著に見られるという感じで、上手だなーって思いましたね。おでんの具でやっぱりね大根が一番うまいね、てか好きですね僕は。うまじゃあまあネタバレなし部分はまあこれぐらいにしときましょうか。こっから先はですね、ネタバレありのまあお話をさせていただこうと思いますので、まだ見てない方、これから見ようと思っている方はですね、ぜひ映画館に行ってエピソード9を見てからですね戻ってきてください。まだ間に合いますよ、まだ間に合います。こっから先はネタバレありますからね、ネタバレありますよ。もうちょっと待ちましょうか。あとじゃあ僕は一口飲むまで待ってますんで、はい、ちょっともう帰ってください。さてお話ししましょうか、ネタバレありパートでございます。僕この2時間半の映画の中で5回泣いたんですよ。本当にね情けない話なんですけど、もう結構ねなんか行く前から割とこうなんか自分の中で感傷的になっちゃってて、もうスターウォーズの新作ってもう見れないのかなみたいな、このレイとカイロレンの話今日で終わっちゃうんだって思うとなんかもうすごくなんかどうしようもなくなっちゃって、こうもうなんか始まる前から泣きそうだったんですけども、始まったらもう案の定映画めっちゃ良くて5回泣いちゃったんですけど、じゃあまず僕がどこでこうねこうもう泣いてしまったかというねお話をこうしていこうかなと、それをこうフックに話していこうかなと思うんですけども、いっちゃん最初にちょっとおっと来ちゃったのはまあそこでは別に涙が流れなかったんですけど、レイが電撃を出すシーンがあるんですよね。チューバッカが輸送船に連れてかれちゃって、でそれをレイがフォースで止めようとするっていうシーンも結構衝撃的で、要はもう飛び立とうとする輸送船をもうフォースでもうなんかこうね食い止めるみたいな、あそこでもううわって思っちゃってインフレやばみたいなね、強レイみたいな、もうねお前化け物だなっていう、こう一年戦争の後半のアムロみたいになってくるわけですよ。もうなんかニュータイプ極まって誰もこう手つけられないみたいな、そういう感じがもう辺から出てるんですけども、そのレイの手からもバチンってこうね電撃出るわけですよね。うわーと思って、あ、チューバッカーとも僕思ったんですけども、レイの手から電撃が出てしまうっていうシーンがねやっぱりね、あ、
出ちゃったやっちゃったっていうこうねところも含めてなんかあーってなるわけですよね。あ出ちゃうんだみたいな、あーいや出ちゃったチューバッカーみたいな感じになるわけですよね。でもうレイも放心状態なわけ。あそこちょっとグッときたよね、うん、で次なんですけど、あの予告編にもまあ、 あの出たシーンなんですけども、あの C3PO があの記憶を消されるっていうシーンがあるんですよね。あシスの言葉っていうのが読めるんだけどこうプログラム上こう発音してはいけないってことになってるので、それをじゃあハックするために、C3PO のメモリーをじゃあいじりましょうっていうくらいの中で、ただ、発音はできるんだけど C3PO のメモリーが全部消えちゃいますっていうこうくらいなんですよ。そこで C3PO が言うんですよね。こう Taking one last look sir at my friends ってこう言うわけですよ。最後ね友達の顔を見ておこうと思いますって、最後の一回見ておこうと思いますって言ってパチンってこうね C3PO をあのねあの記憶を消して、でねあのヒントを喋るわけですけれども、いやあのシーンはね本当にあのね泣けますよ泣けますよ本当に。こう C3PO と R2D2 だけなんですよね、このこう9話にわたるサーガを全て知っているというか目撃しているのは。もちろん3と4の間で C3PO も R2D2 も記憶を消されてるとかメモリーを消去しているので、そこの記憶ってのは繋がってないんですけども、でもエピソード1のナブーのパドメアミダラのじゃあ側近っていう設定の R2D2 と C3PO っていうこの取り合わせがじゃあ今度アナキンのじゃあ側近になりね、パドメの側近になりで、この後ルークの、ルークに仕えで、その後じゃあまたこう反乱軍の中でこのようにやってレジスタンスに介入しっていう感じで、こうもう全部のお話の中にいるのは彼らだけなんですよね。こう現場でそれを目撃してるのはこう C3PO と R2D2 だけなんですよ。まあもう7でもう R2D2 ほぼ空気なんで、まあぶっちゃけ言うと C3PO だけと言ってもいいんですよね。でその C3PO がその場にいる全員をね、こう友達と呼んで最後一目見ておこうっていうわけですよね。もう泣けるよね、うん、ああもうなんか物語がこう終盤に差し掛かっているっていう、もう終わりに向かっているっていうのがさ如実に分かっていくわけですよね、これで、うん、もうこういう段階なんだっていう、 C3PO がもうこんなセリフを吐くということがもういろんなことを物語るわけですよね、うん、いやあれはちょっとね予告編で見てたにもかかわらずちょっとグッと来てしまいましたね。あこのセリフってのはこう C3PO がこうメモリーを消去されるっていう、それにこう結びつくんだっていう、こう答え合わせも含めてね僕はちょっとねうるっときましたね。あとですね、さっき言った、あの、洋上、デススターの残骸の上で、カイロレンと、レイが、戦うシーンがありましたけども、まあ、あそこで、レイヤが、あの、フォースを使って、カイロレンに話しかけるっていう、そういうシーンがあるわけですよ。一言だけ、ベンっていうね、言葉が、ね、カイロレンも届いて、で、それも一瞬の隙をついて、レイは、こう、ね、あの、レンを倒してしまうわけですけれども、その時に、こうもう倒れてしまったレンっていうものをレイが治療してあげるんですよね、うん、であのシーンも僕はちょっとグッとくるものがありましたね。まあそうだよねみたいな、こうああでもそうなるよねみたいな、こうそこにはさ結局自分のダークサイドとかこうねパルパティーンの孫であるっていうさ自分のこう経歴っていうものをさ知ってしまったこうレイの非常に複雑な心情というものが含まれていた上で、私もあなたの手を取りたかったと、I want to take your hands っていうわけですよ、うん、ね。でももう私はわからないと、もうあなたについていくこともできなければレジスタンスに加わってこのまま戦い続けることも今は難しいみたいな、そういうもう非常にこう混沌とした精神状態の中でね、レイがレンを倒し、そして倒してしまったレンさえも彼女は助けてあげるんですよね。あのシーンもねなかなかね僕はちょっとこううーってくるものがありましたね。ああそうかつって君はそういう人だったんだっていうこうね、なんかこうようやくレイっていうキャラクターのこうなんていうのかな実態というものがなんか見えてくるようなそんなシーンだったかなっていうふうに僕は思いますね。うん、まあ、その手前で、ね、あのフィンとの会話の中でも People told me they know me と No one does that って言って、みんな私のことを知ってるって言うけど誰も本当は知らないっていう風に
こうフィンと喧嘩になるんですよね、レイは。そのシーンとかも相まってね、ようやくレイっていうキャラクターがこの3部作の中で全然こう掴みどころがなかった中で、自分自身っていうものをこう垣間見せるようなシーンでしたよね。あれもちょっとね、僕はね、あーってなっちゃいましたね、うん。で、心の傷を、心に傷を負ったレイが、ルークの星に立てこもって、なんだ、宇宙船焼いて、で、最後こうね、こう、なんだ、最後こう、シュッてこうね、ライトセーバーを投げ入れようとした時に、こうガッとこうね、霊体のルークが出てきてそれを掴むっていうこうね、あれもこうそんなんできるんかお前っていうね、もう霊体になったジェダイたちも現実世界に割と干渉できるっていうのがこのシリーズのこうなかなかネックのところっていうか、こう結構ね、評価が分かるところですけれども、ね、もう本当にこう物理的に干渉しちゃってるからね、完全に。あれどうなんだっていうね、ことはね、僕も思いましたけれども、まあまあまあ、とはいえね、まあルーク出てきて、でさらに言うと、もうゴゴ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 ってこうね、海の中からさ、X-Wing が出てくるわけですよ。もうね、あれですよ、エピソード5かな？ね、ヨーダとルークのもう修行のシーンで、こう、やってみるんじゃなくて、やるんだと。ね、do であると。do or do not, not try っていうね。こう、ぐわーってこう、X-Wing が上がっていくんですよ。最初ルークはあれができなかったわけですね。上げようと思ったけど上げられなかった。それをヨーダがこう、ヒューっとこうね、上げてきてこう、ポンと。ねえ、打ち上げるわけですよ。ねえ、あのシーンですよ。もう X-Wing が下からグワーって上がってきてね、水がゴーってこう落ちていくっていう、あれを放出する、うわーっていうね。あれが結局、こう、パダワンが、こう、何かをこう、悟るシーンでもあるんですよね。こう、両方の場面で。で、僕はレイが立ち直るシーンっていうものを見ながら、この映画のテーマみたいなものをちょっと感じ取ったところがあって、まあ、スター・ウォーズって、結局その、一貫して、まあ、光と闇というか、ダークサイドとライトサイドみたいな、こう、人間のこう、裏表みたいな部分も含めて、こうね、それをテーマとして描いてる部分があるかなっていうふうに思うんですけども、特にこのエピソード9っていうものに関して言えば、本当にもう明確な、こう、多分メッセージがあるかなっていうふうに思っていて、それが結局、人間そのものが、自分の弱さとか、自分のこう、ダークサイドと向き合う。それを乗り越える、それと戦うっていうテーマが、この映画には、こう、如実に出てくるわけですよね。こう、カイロレンに関しても、ハンソロが出てきて、幻として出てきて、で、ね、こう、改心していくわけですよ。でも結局、その時も、こう、どうすべきか分かっているけども、その勇気がないと。結局彼も自分の弱さと向き合う勇気がないというふうなことを、こう、その場で吐露するわけですよね。で、まあ、改心して、結局、じゃあ、レイの仲間というか、こう、味方になっていくわけですけれども、レイ自身も、じゃあ自分の血、パルパティの血が入っている、こう、ダークサイドの、こう、血筋であるというふうなことを知り、そして、こう、自分でも感じ取り、で、それと戦ってるわけですよね、常にこう。で、それと向き合う勇気がないと。レジスタンスとして戦っている自信もないし、で、戦うこともしたくないと。自分と向き合うことを彼女は拒否していたんだけど、でも、何が恐れているかといえば、自分自身ですという、マイセルフというふうに彼女は言うわけですよね。これがね、スターウォーズエピソード9なんですよ。てか、スターウォーズの続3部作っていうのは、つまりこういうことだなっていうふうに思っていて、今までダークサイドとライトサイドってのはこう分かったわけですよね。で、落ちた側と落ちなかった側、あるいは落ちなかった側が落ちた側を救うっていうような、まあ、構造だったわけですよね。だからすごくシンプルだったんですよ、ライトとダークっていうのが。例えばルークに対するダースベラとか、ルークに対する、じゃあパルパティーン皇帝であるとかっていうような感じで、割と構造がこう二元的で分かりやすかったんですよ。だから敵と味方っていう。で、最後、エピソード6だけダークサイドであったダース・ベイダーっていうのが少しだけライトに戻ってくるっていうところで話が収まるわけですよね。ただ、それはダース・ベイダーのストーリーではなくルークのストーリーなんですよね。だから、このシリーズの中で、こう、誰かが自分自身と向き合うっていうことを、こう、ちゃんと描いたことはあまりなかった。という中でですよ。という中で、このレイのシーンですよね。こう何を恐れているか。自分自身が怖いと。自分自身の恐れとか、自分自身の力が怖いと。いうふうに、こう、彼女を認め、それを受け入れていくわけですよね。いやーね、僕はね、ちょっとね、ここにもグッと来ちゃったんですよ、やっぱり。あーっつって、この映画が描きたかったのはこういうことなのかと。自分の弱さと向き合いなさいと。ね、自分と向き合いなさいということをね、この映画は伝えている。フォースとはつまり自分のね、中にあるこう力であるんだけど、それをこうどう使うかということも含めて、結局自分の弱さとか怖さとか、ね、それと戦っていくってことが人々のテーマだよねっていうことを、この映画は説いているんですよね。
とてもシンプルなんだけど、とても味わい深い芯のようにね、僕には感じられましたね。あとはですね、最後のシーンですね。最後のこう戦闘のシーンで、まあもう分かってんだけど、でも、こう、ちゃんと援軍が来て、ぐわーっとこう画面を埋め尽くす、こうね、宇宙船、いろんな宇宙船が画面を埋め尽くすって、あのシーンはね、でもね、やっぱりね、良かったんですよね。ポーの絶望とかさ、こう仲間がどんどんやられていく感じとかさ、やっぱね、あそこのね、こう、ためというかテンポ感もね、すごく上手なんだよね。あ、もうダメかもしれないって本当に思わせてくる。うん。で、同時展開している、じゃあ、レイ対パルパティーンという構造も、かなりこう、煮詰まってきているっていうところで、それをひっくり返す、こう、希望の光という意味での、こう、援軍の到着っていう、あのシーンはね、やっぱりね、後半のシーン、だいたい全部僕もずっと泣いてるんだけど、うん。いやね、あれもね、いやね、ベタだけど、やっぱね、グッときますよね。で、そしてやっぱりクライマックスですよ。カイロレンというか、まあ、ベンソロですね、もはや。と、ともども、パルパティーンに、もう力を吸わせ尽くしてしまった、こう、レイというものが、ね、銀河を漂う、こうね、過去のジェダイたちの声を聞きながら、ね、The Force will be with you, always, と、常にフォースに共にあるというね、言葉とともにこう、復活してガッと、ね、こう、歯をくしばってこうね、こう上がってくるわけですよ。ね、もうアニメかと。もう日本のアニメかと思うぐらいベタベタな演出ですけれども、ああいうのもね、まあ弱いよね、普通に。うん、普通に弱いよ。うん、いいなって思ったね、僕は。うん、ああいうね、でもシンプルだけどね、こう丁寧にね、溜めていく演出っていうのはね、やっぱりね、力があるなと思いますね。この映画全体にやることかもしれませんけども、なんか、割と、こう、やり尽くされたベタな演出とか、ベタなこうね、こう作り方っていうものを、ちゃんと丁寧にこう作ったっていうのがね、すごく好感が持てる気がしますね。こうエンターテインメントとして、やっぱりこう、こうあるべきであるっていうなんかこう、ちょっとした哲学的なものを感じますけども、スターウォーズの最後って、これぐらいベタでもいいけど、でも少なくともちゃんといいものであるべきだみたいな、そういったこう、ちょっとこう、なんかね、意気込みというかね、ちょっとこう、心意気を感じるところでありますね。あのシーンも良かった、本当に。うん。あそこらね、ボロボロの状態が立ち上がっていくレイもね、やっぱいい顔してるんですよね。ね、そこでの光の感じとかさ、ね、その直前の感じとかもさ、すごく良くてさ、うん。で、自分を受け入れて、こう、自分の弱さを乗り越えていくレイ、あるいは自分の弱さを受け入れた、ベン、っていうものの顔つきがクッとこう変わる。まあメイクの部分もあると思うんですけども、クッと変わって、すごくこうね、この三部作の、続三部作のシリーズの中で、一番安心して二人をこう見ることができる、その瞬間っていうものにやっぱりね、こうとてもとてもね、なんというかね、カタルシスを感じるわけですよね。あーっつってここまでついてきてよかったって思うわけですよ。というわけでですね、散々褒めたので、まあ、こっからはですね、お酒もちょっと入ってまいりましたのでね、まあ、若干ね、こう、ベタ褒めしたところはあれど、やっぱり、エピソード9も、いろいろ思うところあるよねっていう、こう、引っかかるところもあるよねっていう、こうね、こっからはちょっと、茶化す感じのお話をちょっとやっていこうかなと思うんですけども。まずね、まず一番重要な点として、パルパティーンどっから来たんだよっていうところが、まずもういっちゃん最初にもうなんかびっくりしましたよね。元でスターウォーズバーンって出て、で、こうね、文章が流れていくシーンがあるじゃないですか、いつもの。あそこの一段落目で急にパルパティーンって出てくるんですよね。うん。なんかよくわかんないけど、パルパティーンが復活したみたいだっていう話になってるわけですよ。で、じゃあ、その次のシーンでは、もう、レンが、こう、なんか、どっかの、なんか、民族みたいなものを、こう、虐殺して、で、ウェイファインダーを見つけて、で、パルパティーンに会いに行くってくだりになってるわけ。で、その次のレジスタンス側の描写でも、なんか、パルパティーンが復活していて、めちゃくちゃでかい、こう、艦隊を持っているらしいみたいな情報だけが漏れてるみたいな。みんなそういう前提で動いてるんですよね。それどっから来たのみたいなね。いつそんな話になったんですかっていうね。こう、置いてけぼり感はやっぱり否めないよね。うん。まあ、今回のエピソードにおいて、じゃあパルパティーン生きてました。レイがパルパティーンの、孫でした。パルパティーン倒しますっていうのが非常に重要なファクターなわけでございますけども、それに対する、こう、なんていうのかな、匂わすというか裏打ちが8までに全くなかった。で、8と9のつながりっていうのが非常にこうね、わかんないっていうところがさ、
やっぱりいろいろあったんだろうなっていう、こう、やっぱりこう、8があった上で9があって、やっぱ8と9はやっぱりね、そんなにこじれてる感じがするんですよね、こう見てる側からしても。だから結局、8が悪いっていう結論に至るわけですけれども、パルパティーン急に出てきたなーっていう感じがね、否めないね。しかももう冒頭から思いっきり出てくるからね。こうパルパティーンが認知される過程って全くわかんないわけですよ、僕たちには。いつパルパティーン出てきたのみたいな。うん。でもなんかみんなパルパティーンがなんか復活したことは知ってるんだよね。会ったことあるのレンだけなのに、そう。あれは何だったんだろうねっていうのと、あと孫だったのってところもさ、またこう結構さ、あってさ。これもまた8のこう、傷跡なんですけど、このレイがあのパルパティーンの孫設定って、こう8でレンとレイが交流していく中で、お前の両親は酒代のためにお前を売ったんだっていうシーンがあって、ね、で結局何者でもないっていうさ、あのくだりがあるわけですよ、お前の両親はっていう。でそれを完全に浮気するんだよね。だからあのくだりいらないじゃんっていうね、あのくだりは何だったんだっていう、こうね、何を見たんだレンお前はっていうね。あらゆる意味で、じゃあそれは全部パルパティーンがやったんですよっていう、こう言い訳もなんか通じるのかもしれませんけれども、まあまあまあ、なんかね、特にこう何の整合性もなく、あの8の設定浮気されたなっていう感じで、あ、孫だったんだっていうね。あ、孫だったんだって。まあ、それならなんとなく納得はするかな、みたいな。説得力は、まあ、それに増すかな、みたいな感じで。まあ、別に悪くないけど、でもなんか急だな、みたいな感じですよね。っていうのはね、ありますよ、やっぱり。うん。やっぱり繰り返しになりますけど、やっぱり8から9に至るにあたり、やっぱり相当いろいろ無理をしてるなっていうのは感じますよね。まあ、あとはレイちゃんですよね、レイちゃん。とにかく単独行動好きですよね、レイちゃん。本当に。人の話を聞かない。人とペースを合わせない。で、こう、一人でどっか行くっていうのが本当に大好きですよね、レイちゃん、本当に。もう今回はポーもフィンもちゃんと周りにいるのに、自分で好き勝手しますからね、レイちゃん、本当に。うん。で、でもこれは、まあ、別に驚きではなくて、まあ、相変わらずだなっていう感じで、レイと、カイロレンって非常にこう、わかりやすいキャラクターで、結局、レイっていうのは、過去にこだわる、両親にコンプレックスを持つ、あるいは自分の、出自にコンプレックスを持つ、まあ、メンヘラ女子なわけですよ。だから、他人に自分を開示しない。他人に相談をしない。で、他人は自分のことをわかってないと勝手に思ってる。うん。で、誰にも理解されようとしないから、単独行動に走るっていう、そういうメンヘラ女がレイちゃん。で、一方で、じゃあ両親の愛情をあまり感じられず、ね、こう、お母さんは、レジスタンスで、ね、反乱活動ばっかりやってるし、ね、お父さんは、ね、宇宙をさまよってさ、賞金稼ぎばっかりやってるし、で、じゃあ、ジェダイのおじさんの元に預けられたら、なんかジェダイのおじさん自分に向かってライトセーバーを振り上げてくるしっていう感じで、もう人間不信に陥ってるわけよ。もう完全にグレたわけだよね、カイロレンっていうのは。で、その結果として、あ、ダークセイドかっこいいなっつって、こう、シスの方がかっこいいな、あ、おじいちゃんダースベイダーやんっつって、おじいちゃんかっこいいなっていうことで、こうダースベイダーっていうものに浸水していく、こう中二病が、カイロレンなわけですよね。うん。いや、スターウォーズのこの続三部作っていうのは、こう、メンヘラ女子と、こう、中二病男のボーイミーツガールなんですよ。雑に言うとね。そういった少年少女たちが、こう、自分と向き合い、それを乗り越えていくっていう話がちゃんと描かれたのがこの9だから、それはすごく良かったなっていう感じなんですけども、相変わらず、二人とも本当にどうしようもねえなっていう、まあ、印象ではありますよね。うん。あとはですね、レイちゃんの、凹み方がですね、結構ね、雑で極端だよね。カイロレンとの戦闘シーンの後に、もうカイロレンの船を奪って、で、ルークがもともといた星に、もう引きこもって、で、宇宙船焼いて、で、ライトセーバーも投げ入れようとしたみたいなところも含めて、なんか、今までレジスタンスでいろいろ頑張ってきて、もう時間もないっていう中でさ、ね、そんなこう、極端な放棄の仕方するんかよ、お前、みたいな。で、しかも、また引きこもってるでしょ？うん。フィンもさ、ポーもいるのにさ、ね、一人で勝手に引きこもってさ、ね、船焼いてさ、もうここに一生いるじゃないけどさ、知らんけどさ、ね、なってるわけじゃん。雑だよね。雑だよね。レイの人柄がようやく見えてきたとはいえ、やっぱりね、これはね、ちょっとね、メンヘラすぎますよね。なんかちょっとこう、いきなりお前凹みすぎだろうっていう、凹んだ結果として、釣る行動がまたそれも極端だよね、みたいな。お前、なんか責任感とかなかったんか、みたいなね。レジスタンスどこに行ったんや、とかね。自分のこうね、ダークサイドの分身を見ただけでこう、なかなかこう、凹みすぎだろうっていうところはありますよね。あとはあれかな、最後のシーン、これは、ジェット大輔さんも、動画で言ったんですけども、最後のシーンね、レイが名前を聞かれて、
あのレイ・スカイ・ウォーカーってこう言うわけですよね。あの経歴詐称って言ってましたけどね、うん、あれは笑ったわ本当に。経歴詐称だよね本当に。え、それでええのみたいな、あのスカイ・ウォーカーの夜明けとはいえそれでええのかっていうね。うん、お前スカイウォーカーじゃないだろっていう、あれはどうなんでしょうねっていうね。お前スカイウォーカーじゃなくてパルパティンやろっていうね。まあ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 、なんかね、なんかまああれじゃないですかね。だからスカイウォーカーっていうのはもう襲名制になったんですよね結局。こう三遊亭円楽みたいな話なんですよ結局。じゃあジェダイとしてね受け継がれていくのはスカイウォーカーというこう名前なわけでございますよね。いやいやいや、そういうことかっていうね。だからスカイウォーカーっていうのはこうファミリーネームではなくてこう芸名というかね、あのこう襲名制度に基づくこう名前であって血筋ではないということですよね。まあ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 って感じですね。という感じで、僕がちょっと引っかかった場面でしたね。あとはまあ本当に見てて思うのは8って本当にダメだったんだなっていうところなんですけども、どういう意味かっていうと、あの8でこう8の監督ライアン・ジョンソンって言うんですけど、こうライアン・ジョンソンが8でやったことっていうのがことごとく否定されてるんですよね。それがねめちゃくちゃ面白いなっていうか、まあ多分 JJ 的にも8はダメっていう、まあ JJ 的にどうなのか、JJ なのかどうかわかりませんけども、まあ制作サイトとしても8はダメっていうもう結論に至ってるっていうのがもうなんか画面から伝わってきて、まあそうだよねっていう感じがしてるんですけども、そうそう、結局8でこう作ったこう話とか8でこう膨らました話とか伏線みたいなものをこうほとんど回収せずに9というものが単独で存在してるみたいな感じになってるんですよね。例えばさね、8でさあんだけね時間もさエピソードも使ってさ盛り上げたローズのエピソード、今回一個もなかったっすよね。あー、もうローズ完全に空気でしたよね。まあ初のローズの行動とかローズについての話ってちょっと文句を言い始めるとマジでこう止まんなくなるんで、まあ今回は9の話をしようと思うので8の話は避けるんですけれども、ただね、じゃちょっとだけ触れると、ローズ最後8の最後でこう特攻していこうとするフィンにこう横っ腹で突っ込んで、でフィンを助けて自分が気絶してかつチューして終わるっていう、こう謎の演出があるわけですよ。謎のこう行動に出るわけですよね。あれはもう相当面食らいましたけど、でその後フィンがどうやって戻ったか知りませんけども、ローズを抱えて基地に戻るっていうさ下りがあってね、メドパックメドパックって言ってこうね救急隊を呼ぶというかさ、助けてくれみたいな感じになったわけですよ。だからローズは結構瀕死だったっていう下りで止まってるわけ、あの時は。うん、ただ今回ローズ普通に元気にいるんだけど、ほとんどというか全く活躍しないんだよね。本当に全然画面出てこないんだよねローズ。うん、だからローズが完全に空気になってしまったんですよ。もうキャラクターとしても首に近い扱いなわけよね。うん、いやまあそれはそうなるよなって感じですけどね、8のローズを見てればね。だって8のローズってなんかポジションとして破綻してるとは言いませんけど、でも魅力的ではないし、彼女とフィンとポーっていうのは結局ほとんど成果を残さなかったんですよね8で。うん、でその中でローズのエピソードというものだけがなんかどん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 勝手に膨らんでいくんだけど、それがどう機能するかっていうのが全然見えてこないっていう問題がローズというキャラクターにはあったんですよね、うん、8には。でそれがじゃあ9でどう消化されるのかなみたいなこう期待もあったわけでございますけども、それはなかったことになったっていう。ローズというキャラクターの設定は8の中に組み込まれたけど、でも特に何の役にも立ちませんっていうところでこう完結ってことですよね。うん、で同じようにフィンとローズの関係もなかったことになりましたよね。うん、まあもちろん最後の戦いのシーンで、こう、ローズがフィンを心配してるようなシーンもあるんですけども、完全に新キャラにポジションを取られて、ローズとフィンのロマンス、要はローズが、なんかこう、気絶する間際にフィンにチューしたっていうあのシーンも、完全になかったことになってますよね。うん、本当に。正直言って、あのシーンは観客として見てても完全にポカンでしたけど、それをもうなかったことにしてしまうっていうのも、すごいこう、判断だなっていう感じなんですよね。あのチューバー何だったんだよっていうね。うん、もしかしたらレイヤとハンソロをやりたかったのかなとか、
まあちょっと思ったんですけども、ねえ、あの扱いですからねっていうね感じ。8に出てきたあの DJ っていうあのロヤにいたハッカーね。もちろん、8に関して言えば、コードブレイカーの二人も本当にお粗末なんですけど、コードブレイカーってキャラ名をめちゃくちゃこうね、キャッチに作っておいて、コードブレイカー一言も喋んない。で、ロワで出会った代替品を、じゃあ、拉致して、で、レジスタンスじゃない、ファーストオーダーの船に乗り込みますっていう、なんかこう、なんともお粗末なこう、運用がなされ、最終的に裏切れるっていう、なんなんそれっていう感じの話が、この DJ っていうキャラクターにはあるわけですよ。もうなんなんそれなわけ、こっちとしては。例えば旧三部作でいうところのランドカルレジアンとか、あとはハンストロみたいな感じでちょっとずれてるんだけど何か聞いてくるキャラクターなのかなとか僕は思ったわけ。こう DJ もしかしたら次出てきてなんかすんのかなとか、うん、なんもなかったよねもう影の形もなかったよね。影も形もなかった本当に。だからこいつはなんかよくわかんないけど、よくわかんないところで出会って、よくわかんないギミックとして働き、最終的にこう腐ろうとしてなんかこう退場しただけで何もこう生まなかったっていうね。やっぱハッチってダメだなっていう感じだよね。やっぱハッチってダメだよ。あとファズマも本当に死んでましたね。出てこなかったね。ファズマはね、僕はね、あの続3部作の中ではかなりねいいキャラだと思うんですけどね。っていうか、あのジャンゴフェット、ボバフェット系のあのこうマスクってやっぱりこうキャラとしてすごい立つんですよね。あの系統のマスクをつけたキャラクターってのはね出てきてほしいわけよ。だからファズマっていうのは僕はねかなりねいい味出してたし、ね、フィントの因縁みたいなものもあるわけじゃん。だからファズマっていうキャラクターをもっと活かしてほしかったんだけど、でも8でじゃあフィンにやられて、でそのまま死にましたってことなんでしょうね、これは。うん、うん。あとはあの8のラストシーンね、あの8のラストシーンで、フィンとローズが訪れたあのカジノの星で奴隷をやっているあの子供たちのこう下りがあるわけですよね。で、あの子供の一人がなんかフォースっぽい力を使っている描写があるんですよ。その設定というかその匂わせも全く活かされなかったよね。うん、あれ何だったのみたいなね。ライアンはなんであのシーンを入れたのかってことも含めて、じゃあこれがね、仮にね、レイが最後の方のシーンで全てが終わった後にね、ジェダイ寺院をまた自分で開いて新しい世代のジェダイを育てるようにしますよっていうくだりがあって、そこにそういう子供たちがいるみたいなシーンが一個でもあれば、このシーンってこう生かされるわけですよね。こうだけどそれすらないとだからあの伏線的な匂わせっていうものはここでは使いませんよって、今後使うのかどうか知りませんけど、でも、ね、あれは特に意味がなかったっていう風なジャッジなのかもしれませんよね。はい。いやー、何なんでしょうね、本当にあれは。だから、こういう一通りのことを、こう、復習していくと、ハチって本当にいるのかっていう点について、やっぱりもう一回こう立ち返るわけですよね。まあ、もちろんハチがダサくであることは僕は承知してるんですけども、とはいえ、こう、7と、9の間に必要な仕掛け、要は7と9のつながりをこう成立させるためのこう仕掛けっていうのがあまりにも少ない8の話の大部分をすっ飛ばしてもこう9って成立するんですよ。ルークとレイが出会う、でルークが死ぬ、でスノークが死ぬ、でこの3つだけクリアしてれば8っていらないんだよね何度も言うんですけど、9ってすごくいい映画だったんですよ。ただそれは3部作がいいシリーズであったかどうかってこととは全然関係がなくて Q を見てて僕すごく思ったのが、こう Q っていう映画、そのエピソード9という映画がこうエピソード8をことごとく否定していくんですよね、うん、内容的にもう画面というか、もう物語から、ライアンなんてことをしてくれたんだ。俺たちはお前の死ぬのためにこんなにこう大変な思いをしてるんだぞっていう、こう、メッセージが伝わってくるようで。それがなんでそう思うかっていうと、8でライアンが撒いておいたいろんなこう種みたいなものを、こう、9で全部無視して新しい話を始めたからなんですよ。拾えるようなネタをたくさんあったはずなのに、それを全部もうなかったことにして、新しく、パルパティーンという敵を設定した、新しいお話というものを作って、それをいいものにしたというのがこの9で、細かく見ていけば見ていくほど、この9というものが1個前の8という映画を否定しているんですよね。うん、これはね、なかなかね、スターウォーズとしてはね、面白いなというか。
でも、ああ、そっか、って、JJ 君もそう思うんだねっていうね。うん。だからそれを踏まえて、この続三部作というものを眺めてみると、なかなかにこう、なんていうのかな。まあ、終わりよければ全てよしじゃないですけども、Q はいい映画だったよねっていう、こう、話で終わるのかな、みたいな。エピソード7はエピソード4だったよね。エピソード8は、まあゴミだよね。エピソード9はいい映画だったよねっていう、こう、非常にこう、調和が取れていない三部作として、こう、終わっているっていうところは、まあ、ちょっと合うかなと思いますね。まあ、そういったちょっと爪が甘いところというか、こう、可愛いところもあって、こういった話をね、こちらがお酒を飲みながらダバなしとしてする余地を与えてくれてるっていうところも、スターウォーズ的だなというふうに僕は結構思いますけどね。うん。はい、というわけで今日はスターウォーズの話いっぱいしまいました。まあこれで一応スカイウォーカーサーガは終わりということですけれども、まあまだスターウォーズシリーズ作るみたいですしね。まあ映画作ったら僕見ようかなと思ってますけれども、うん、まあそんな感じですかね。改めてこう旧作品を眺めてみたときに、いやーでも僕は結構全部それなりに好きだなっていうふうにやっぱり思いますね。まあ456がやっぱり面白いかなと思いますけど、まあ一番好きな、まあ一番面白いのどれって言われたら今は5って言いたいですね。うん、やっぱり I'm your father のシーンも含めてやっぱ5がいいね。で6もね、ルークがやたらかっこいいしね。で4は、でも4はまあ王道だしね。でもまあ4っていうのがやっぱりこう意味的にはすごく大きいところもあるしね。うん、だからまあスターウォーズってものを広げる意味では4って実はもう本当に起こりでしかないからね、始まりでしかないから、まあ5とか6とか、あとはまあ僕が初めて多分小学1年生の時に劇場で見たエピソード1っていうのも、まあ一般的にはあんまり評価高くないけど、でも僕はやっぱ好きですね。ちょっとこう未来的な雰囲気のスターウォーズ見れたし、なんか雰囲気全然違うし、映像技術も全然違うし、まあダースモールとクワイガン人のまあ下りとかもすごくこう見応えあるし、まあ少年アナキンがめちゃくちゃやるっていう、そういうのもすごく面白いし、ナブーのシーンで分離勢力とか通商連合か、通商連合対ナブーのシーンでやっぱり結構良感が出たのが良かったですね。ドロイドいっぱい出てきたりとか、こう戦争のシーンですよね。戦のシーンがやっぱりこう派手だったっていうのがやっぱりすごくね良かったりとか、あとはまあ2か、2はまあライトセーバーいっぱい出てきた、ジェダイがいっぱい出てきたって量感がすごくあったっていうのが良かったですよね。あとはまあヨーダがぴょんぴょん動くっていうね、あの辺もいいし、うん、まあお話的にはまあいつものスターウォーズというか、まあ相変わらずのこうバカ話っていう感じで、うん、いいかなと思いますね。3に関しては結構でも暗いお話かなと思いますね。なんか物語が落ち込んでいく過程がすごくこうなんか濃厚に描かれてるっていう感じで、実は3が一番見るとこがなかったりしますよね。でも、うん、もちろんオビアン対アナキンのシーンとか見応えありますし、うん、とはいえ全体としてやっぱりなんかこう、うん、つかみどころがないのが3かなっていう感じはしますね。うん。で、7はまあ OK。で、8はまあ、ダメでしたよね。うん。で、9が素晴らしいっていう感じ。うん。まあ、そんな感じですかね。はい。以上でございます。お付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。今までとございました。じゃあね、バイバイ。